番魅力的なのは、終わりを全うするって言いますかね、終わりに行けば行くほど人間として尊敬するに足るような終わり方をしてほしいということですね。権力をまた持つほど自分へのチェックがですね、自分を抑制することのできる権力者というのが理想的だと思うんですね。終わり方の見事な点ではですね、一番現代に近いところではこの本田宗一郎さんですね。本田さんは実にきれいに自分の作った会社から引いてしまってですね、一族にも後を継がせない、全くその自分の作った会社でありながらも私というものを消してしまってですね、もう社会的な存在として残していくということで、その本田さんが口癖のように言っていたのはですね、人間というのは着陸の仕方を間違えたらおしまいだと。途中いかにうまく飛んでてもですね、着陸が上がったらもうその人はダメだということをはっきり言っていたんですね。そういう意味ではナポレオンに対して厳しい評価というのは依然として残っているし、この土地でもそういうことを口にする人がいたと、一人ならずいたということでですね、やっぱり権力者の割り方っていうのは難しいんだなということを感じましたね。孤独な皇帝ナポレオンにとっての救い。